個性豊かな高校生たちが織りなす、青春ラブストーリー野球漫画といえば、足立みつる作品だ。たくさんの有名な作品がある中で、今日は、タッチについて取り上げるぜ。対照的な性格の双子の兄弟と、その幼馴染の女の子が紡ぐ物語は、足立みつる作品の中でも、不朽の名作と言われているのね。今回は、その作品の中に登場してきた、ピッチャーの最強ランキング、トップ5を、ランク付けしてみたぜ。本作品に登場する、スーパースラッガーの、新田明義の評価をメインに、順位を決めています。それでは、早速5位から発表していくぜ。第5位は、明星高校の吉田武史だ。右投げ右打ち。主人公の上杉達也と同級生で、2年生の時に、野球部に入部した。なんだか大したことなさそうね。確かに、2年生の春に、野球を始めたばかりだし、体格も恵まれているとは言えないから、仕方がないね。ただ、100メートルを、11.8 秒で走る力を持っているんだぜ。これは、上杉達也と同じ記録で、十分なポテンシャルを持っていることを、意味していることになる。なかなかやるわね。実際、器用な男なんだぜ。ストレートは上杉達也。変化球は、西南の西村を真似て、投げることができるんだ。だから、すぐに頭角を現すんだぜ。松平幸太郎からも、ちょっと頑張れば、上杉達也は追い越せる。と言われてその気になるんだ。始めたばかりなのに、さすがね。上杉達也の、適当な性格も災いして、本人も、これなら自分が主役になれる。と思ってしまったんだぜ。2年秋の紅白戦では、上杉達也からホームランを打ち、雑誌の対談で、明星高校に来ていた、新田明夫に挑戦して、ピッチャーフライに打ち取るんだぜ。上杉達也を追い越したと思っても、仕方がないわね。何をやっても目立たなかった自分が、生まれて初めて、人の前に出られるものを見つけたんだ。そりゃ、自信過剰になるよね。新田明夫も、西南の西村と、いいライバルになるな。と言ってるんだぜ。ただ、その自信過剰が、悪い方向に向いていく。悪い方向？隅高と明星の練習試合が組まれるんだけど、そこで先発ピッチャーを任されるんだぜ。新田明夫からも三振を奪い、6回を無失点に抑えるんだぜ。しかし、そこで上杉達也と交代させられる。まだ、投げられるんじゃないの？西尾監督は気づいていたんだぜ。本物の実力を身につけていないことを、ガラスの自信を身にまとった吉田を壊したくなかったんだぜ。それを知らない吉田は、西尾監督に猛抗議するんだ。投げさせてくれと。けれど、抗議は実らず、上杉達也と交代したんだぜ。歯がゆい思いを、したんだろね。試合は、1対1の、同点で終了するんだけど、吉田は納得いかないんだぜ。結局、エース決定戦を行うことになるんだけど、自身が南米に引っ越すことになって、決定戦は行われないんだぜ。エース決定戦が行われていたら、どうなったんだろうね。ところが、3年生の夏に、佐田翔陽のピッチャーとして、戻ってくるんだぜ。明星を倒すためだけに。というより、上杉達也を倒すためにね。試合内容は、3巡目となった、7回から点を取られ始めて、結局、8回コールド負けで、地区予選敗退なんだぜ。とうとうメッキが剥がされてしまったわけね。新田明夫の言葉によると、去年の明星に剥がされるメッキではなかった、と言っている。負けはしたけど、新田明夫から、一定の評価を受けているので、5位にしたよ。第4位は、西条高校、寺島だ。左投げ左打ち。上杉和也が、地区大会準決勝で対戦していて、学年は2つ上だ。その年の春の甲子園で、ベスト4まで進んでいる。これは強敵かもしれないわね。上杉和也曰く、球の重さが全然違うすごいピッチャー、と言ってるし、明星も、ノーヒットノーランをやられていて、キャプテンの黒木も、飛び抜けていると言っている。最初から、すごいピッチャー登場だわね。夏の甲子園地区大会では、準決勝まで、すべて完封勝利。朝倉みなみに感想を聞かれた上杉和也は、困った人だね、とぼやいている。明星は甲子園に行けるのかしら。寺島は、早くに両親を亡くし、妹と共に、親戚に引き取られた事情もあって、早くから、プロ志望を表明していたんだぜ。だから、野球に対する取り組み方が、人一倍厳しいんだ。ひょっとすると、そこがウィークポイントなのかもしれない。まだ高校生だし、仕方がないわね。いよいよ準決勝だ。今日も明星高校相手に、三者三振に取り、上々の滑り出しを見せるんだぜ。バッティングセンスも高い。上杉和也からも三振を取った。明星にとっては、頭の痛い話ね。4回まで、三振8つ。四球なし。ヒットどころか、外野に飛んだ打球すらなし。12個しかないアウトのうち、8つが三振なんて、もはや打てる気がしないんだぜ。だけど、上杉和也も好投を見せていて、両チーム、無得点で回は進むんだぜ。こういう時は、チームの底力が、物を言うわね。行き詰まる投手戦の中、寺島はプライドを捨てて、勝ちにこだわるプレーで、ついに上杉和也から1点をもぎ取る。この時点で勝ったとつぶやく。これを聞いていた松平幸太郎は、表情を曇らせる。投手戦だけに、この1点は厳しいわね。寺島のプレーを見ていた西条高校の OB も、試合終了の声を聞かずに、席を立とうとする。
寺島に、絶対的な信頼を置いている証拠だぜ。ますます厳しい状況に、追い込まれたわね。試合は、寺島の完全試合ペースで進む。途中、ヒット性の当たりが出るけど、仲間がファインプレイで、寺島を盛り立てるんだぜ。誰もが完全試合だと思ったその時、試合展開に動きがありそうね。27人目のバッターが、外野フライを打つ。寺島は、勝ったと思うんだぜ。その時、球場には、野球の神様がいたずらをするんだ。打球は追い風に乗って、フェンスを越える。ここまで完全試合だったのに、そんなことってある？その後、緊張の切れた寺島は、もう一点失い、さよなら負けを喫するんだぜ。試合後のインタビューでは、上杉和也なら、甲子園での全国制覇も夢ではない。勝った後輩へのエールも忘れない。高校生らしからぬ、人格者だぜ。ここでは、新田明夫は出てこないけど、彼に認められている上杉和也が、一目置く選手として、4位としたよ。第3位、西南高校の、西村勇だ。右投げ右打ち。主人公の一人である上杉達也と、2年生の、夏の地区予選で対戦している。この時は、西南が勝っているんだぜ。ライバル出現ね。勝ったことは勝ったけど、ヒットを一本も打てなかったんだぜ。特に自身の最終打席では、一番得意な、内角高めのストレートに手が出ず、悔しがっている。試合に勝って、勝負に負けるというやつだぜ。あまり大したことないわね。世間からは、今大会ナンバーワンと、評価されているんだぜ。明星ナインも、上杉達也のストレートと、西村の変化球を、同等の凄さだと認めているんだぜ。本人も、新田明夫さえいなければ、甲子園出場は、西南だと言っているんだぜ。相当な自信家なのね。高校時代は、真っ向勝負するピッチャーで、新田明夫ですら、敬遠したことないんだぜ。西南高校のマネージャー曰く、新田さんを敬遠できてたら、一度くらいは、甲子園に行けたのにね、と言われているんだぜ。もう少し冷静になれると、いいピッチャーになるんじゃないかしら。本人も、ボロボロに負けて、初めて素直になれる男ってのもいるからな、と言ってるぜ。勝っている時は、周囲よりも、自分の方が勝って見えてしまうから、仕方がないんだぜ。気づかないまま、大人になっていく人もいるものね。西村には、短期で頭に血が昇りやすい、という弱点があるんだ。新田明夫からも、奴に冷静さが加わったら、すごい投手なんだがな、と言われているんだぜ。それはこの後、プロ野球に進むことでもわかるんだぜ。すごいじゃない。3年時の、夏の地区予選では、明星と当たる前に、敗れているんだぜ。小さい頃から変化球を投げすぎたことと、祖母の死が、大きく関係しているんだぜ。心と体の痛みで、どうにもならなかったのかしら。この頃の高校野球は、一人の絶対的エースが、大会全部を投げ抜くことが、普通だったからな。一チーム、数人のピッチャーがいれば、西村もそんなことには、ならなかったかもしれないんだぜ。好投手のように見えるけど、甲子園には一回も行ってないのが、気になるわね。甲子園に行ったことはないけど、新田明夫から、一定の評価を受けているし、高校卒業後、プロに進んで、新人王を獲得しているんだぜ。だから、3位としたぜ。番外編。住工業高校、新田明夫だ。右投げ右打ち。上杉和也、上杉達也と同級生で、物語の中では、バッターとして、地区大会はもちろん、甲子園でも大活躍しているんだぜ。あれ？これって投手のトップ5じゃないの？公式試合はもちろんのこと、練習試合でも、ピッチャーとして投げているところは見たことないけど、新田明夫は、三塁を守っているんだぜ。それって、どういうことなのかしら？ファーストまでの距離が遠いので、肩の強さと、コントロールの強さが、要求されるんだぜ。実際のプレイを見ると、捕球してからの送球も速く、ジャンピングスローも披露して、なかなかのもんなんだぜ。だからって、ピッチャーができるとは、限らないんじゃないかしら。新田明夫が3年生の時には、左腕のエースと、アンダースローの右投手がいるんだけど、その二人が、とてもいい成績を残しているピッチャーなので、ピッチャーである必要がないんだぜ。随分恵まれているチームなのね。そういった事情もあって、投げていないんだけど、住工監督の新田に対する信頼度は、絶大なので、二人のピッチャーが相手に捕まった時は、必ず出てくるはずだぜ。ぜひ見たいものね。明星高校の柏葉監督も言っている通り、新田明夫は、上杉達也たちの、数段上にいる相手なんだぜ。それに上杉達也も、最高のライバルであることを、認めているんだぜ。そんな選手が投げたら、どんなことになるのか見てみたいんだぜ。ということで、番外編にしたぜ。第2位、西南高校、上杉達也だ。右投げ右打ち。3年時の甲子園優勝投手だぜ。新打ち登場、という感じだわね。上杉和也とは双子の兄弟で、達也は兄だぜ。ちなみに、朝倉みなみとは幼馴染だ。やることなすこと適当で、人を食ったような発言が多いんだぜ。つかみどころのない人なのね。周囲からは、弟和也の出がらしだ、と言われているが、同級生の原田翔平からは、天才という言葉は、兄貴の方にふさわしい、と言われているんだぜ。実際に和也と運動会で競っても、互角以上に戦うことができるんだぜ。素質は十分、だということだわね。野球を始めたのは、高校2年生からだ。
和也の死をきっかけにして、南を甲子園に連れて行くために、野球を始める。ど真ん中のストレートを、捕手の松平幸太郎が取れないほど、速い球を投げるが、制球が定まらないんだぜ。それじゃあ試合にならないわね。和也は、飲み込みの速さは僕よりも上で、初めてやることは、すべて兄貴の方がうまかった。ただ、飽きっぽくて長続きしないだけ、と言われていたが、南を甲子園に連れて行く、という目的ができてからは、瞬く間に、和也と同じ速球を投げることができるようになっていく。なんだかんだ言っても、すごい兄なのね。2年生の夏の地区大会では、西村率いる西南高校相手に、ノーヒットに抑えながらも、負けている。この時、西村がフォアボールを選んで、さよなら負けとなるんだけど、球が速すぎて手が出なかっただけだ、と悔しがっているんだぜ。3年生の大会が楽しみね。3年生の夏の地区予選では、決勝までの6試合で、まぐれあたりのホームラン1本しか打たれないんだ。準決勝では、ノーヒットノーランも達成しているんだぜ。しかし、上杉和也の残した夢を追うのか、上杉達也自身が、新たに夢を追うのか、心が揺れている。心が揺れているピッチャーが、隅子相手にかなうわけもなく、着々と点を重ねられる。なんとかしないといけないわね。柏葉監督が、達也に厳しい言葉を言い放つ。かっこ、言葉を入れる。ここから達也は、達也らしい投球を始める。新田明夫にホームランを打たれるまで、8連続三振を奪う。最後はどうなってしまうのかしら。延長10回の裏、最後のバッター新田と勝負することになるんだぜ。疲労困憊の中、上杉和也の気持ちが乗り移り、新田を三振に打ち取るんだぜ。和也の助けがなければ、三振を取ることはできなかったのかもしれないわね。この後、甲子園で優勝するんだぜ。本気の新田から三振を奪っているので、2位にしたよ。第1位、明星高校、上杉和也だ。右投げ右打ち。上杉達也の双子の弟。養子に恵まれ、成績も優秀。努力家で、性格は温和。朝倉南を甲子園に連れて行く約束を守るために、野球を始める。素晴らしい素材だわね。中学1年生の時に、野球部員を相手に投げるんだけど、全員かすりもしなかったんだぜ。兄の達也は、バットには当たったものの、前に飛ばなかったんだぜ。怪物の匂いがプンプンするけど、他にもたくさん、優秀な選手がいるからね。その2年後、中学3年生の時に、対戦相手の助っ人として現れた新田明夫を、3打席3三振に抑えている。しかも、完全試合を達成しているんだぜ。兄もすごいけど、弟はもっとすごいじゃない。新田明夫は、この試合を契機に、和也をライバル視するようになるんだぜ。一方、和也にもライバル視する男がいるんだぜ。それが、兄の達也だ。南に対して、恋のライバルというわけだぜ。負けられない戦いだわね。兄に負けまいとして、ストイックなほど練習に打ち込むんだぜ。南を甲子園に連れて行くことで、達也からアドバンテージを得ようとしているからだぜ。二人の天才から愛されてすごいわね、朝倉南は。高校1年生の時の夏の甲子園地区予選1回戦では三振16、内野ゴロ、フライ8。外野までの打球は3という結果だった。数ヶ月前まで中学生だったのに、この投球はすごいんだぜ。確かこの年は、プロ注目の3年生ピッチャーがいたはずだわね。準決勝で、プロ注目の寺島率いる西条高校と対戦するんだぜ。和也はこの試合で、相手のピッチャーより多く三振を奪い、勝利するんだぜ。甲子園まで行った相手に、その内容はすごいわね。試合後、西条高校の寺島から、和也なら、甲子園での全国制覇も夢じゃない。とまで言われているんだぜ。朝倉南との約束も、達成したも同然ね。残念ながら、決勝戦を戦う前に、交通事故に遭い、帰らぬ人となるんだぜ。和也のいない決勝戦では、僅差の敗退であったことから、彼が生きていれば、甲子園に行けただろうし、新田明夫をすごいバッターに成長させ、上杉達也をやる気にさせたことから、第一位としたよ。というわけで、タッチ最強投手ランキング、トップ5を紹介してきたぜ。精神的に打ちのめされた、吉田剛以外は、プロでも十分、やっていけそうな素質を持っている選手たちだわね。中でも、2位の上杉達也は、高校卒業後、単身アメリカに渡って、自分の野球を目指すことになるんだぜ。というわけで、次回は、高校卒業後の上杉達也について、の動画になるから、チャンネル登録をして、更新を待っててくれよな。